はい、それではですね、今回はキングダムハーツパースバイスリープファイナルミックスやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それではいきましょう。ロードあれ、ロードされない画面が真っ白。ああ、OK でした。めちゃめちゃ時間かかったな。では、落とします。さあ、前回は、ディズニータウンですね。で、超巨大アイスを、作るミニゲームで終わっております。フェインテス編。では、本日は、次のワールドへ向かいましょう。こっちですね。ではオリンポスコロシアムに今日は行きたいと思います。行きましょう。レッツゴのね、旅も中盤、ま、ったくあのクズしつこい中盤かな。おじさん、この前は何してるの。だから俺は二人もコーチできんと言ってんだろうが。なんだ別の小僧か。俺は忙しいんだ。あ、ちっけいる。エントリー終わったよ。おい、はく、わかった、わかったからもっと小さな声で。いたほら見ろ、見つかったじゃないかい。町の人にも聞いた。あんたやっぱり英雄専門のトレーナーなんだろ。ヒーローだ。英雄？ヒーロー？どっちでもいいよ。あんたの力が必要なんだ。俺は英雄になりたいんだ。さっきも言ったはずだぞ。答えは二言。同時に二人も面倒見切れん。俺はこいつのコーチで手一杯だ。行くぞ。そこをなんとか頼むよ。アンバース、モンスターが。ピュー、俺の実力見てから決めてくれよな。僕だって。さあ、僕いきなりアンバース登場。では3人か、3人でアンバースの戦いをしましょう。やっ、はっ、それ、はっ、せい、はっ、ほっ、せい、強いね、みんなね。空中の敵厄介なんだよな。さあ、ファイヤーブレイザーになりました。さあ、箱も壊していく。いたいた、おいっすよ。強いなぁ。アンティングでとね、やっぱね、強いっすね。おい、やぶりだ。あ、まだいる。ちょっとやっつけてよ最後。あー、また泣いてきた。スピードブレーカー深いところ。やっつけて。強いなら。
ゃ。やっはっ、はいはい、やっはっはっ、もらったフィードブレイク、オッケー。いやー、どんどん湧いてくるな。せい、やっ、それ燃えろ。やっは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 っ、これポイズじゃないか、これポイズ。はっはっ、そりゃやー、これリフトに行くだろう。はっはっ、そりゃやばい、やべえじゃないって、普通に。せい、これこれ、そりゃはっ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 、止めろ、しまった。やっ、ちょっとちょっと、大丈夫か。はっ、そりゃ意外とお前ら食らってんな。お前ら意外と食らってんな。鎧の少年も。やっ、素晴らしい。ウォーミングアップでした。わかった、こうしよう。もうすぐ開かれる闘技大会でお前たちの試合を見る。それからどっちをコーチするか考え直す。よっしゃ、じゃあ俺闘技大会にエントリーしてくれ。闘技大会、じゃあ俺も。エントリー制限はあいつでいっぱいだ。どうしてフィル、僕をコーチしてくれるんじゃなかったの？今言った通りだ。ヒーローになりたいのなら闘技大会でこれまでのトレーニングの成果を見せるんだな。フィル、それからしばらくトレーニングは中断だ。お前だけ俺が鍛えたら不公平だからな。元気出せよ。闘技大会で頑張ればいいんだろ。俺ベントス、よかったら俺の力を貸すよ。君が力を貸してくれる？うん、僕はヘラクレス、ハークって呼ばれてる。よろしく頼むよ。だったら俺はベンだ。一緒に頑張ろう。じゃあ僕が先に行って準備をしてくる。コロシアムのロビーで待ってるよ。さあ、コーチの図を外れて、ハークと小僧が戦うわけでさ、ベンがハーク側に来ましたね。やっく、やっ、やっ、やっ、燃えろ、燃えろ、それ、セポイント、そりゃ、せい、頭開ける、やっ、燃えろ、ファイヤーベイザー、強いな、ファイヤーベイザー、レベルも上がった。タッチ、オッケー、向こう行ったな。奥にいる、あれ、ああ、いなかった。パート開いてくる。やった、フッチ、それ、どうだ、チッ、ワイソン来てる。空いてる。タチ、それ、やっ、タ、くらえ、フッ、やっ、それ、チ、フッ、やっ、フッ、タ、ミートブレイク、チ、どうだ、フッ、チ、やっ、タ、フッ、タ、フッ、チ、やっ、どうだ、こいつら。もらった。やった。それ。と。やった。え、まだ湧いてる。やった。燃えろ。どうだ。ポイズ。やった。
この後は。せっ、やっ、くらえ、やっ、はっ、それ、ふっ、やっ、やっ、た、た。OK、準備できました。この方からのケアルだ。よし、じゃあロビーへ行きましょう。はい、アイテム取って、ズーチーね、ズーチー取ってから、セブ。最高か、早くです。トレーニングは準備かい？ OK、 始めよう。壺を壊してポイントを稼ぐ。ここからたらに一気にたくさんの壺を壊せ、大きい壺を壊すとたくさんポイントが入ると。なんていうゲームだ、どういうトレーニング。あ、なるほどね。あらそっか、このお前でっかいのばっか狙ってずるいぞ。で、このタルに乗るとタル、タル、タル、タルに乗せてくれ。クリアした。負けてるけど負けてるけどクリアした。あ、共闘なのかこれ、もしかして2人で合わせて何ポイントってこと。なんだあの意味深なフィルは。次のトレーニングだ。次はとつぼこらしい。なるほど、壺に乗るんじゃなくて、壺をこれこう転がすと、それね、壺じゃない、壺。あるをこうなすと、あれだね、転がっていった方向の壺を倒してくれるってやつね。今度は僕の圧勝だな。それポイズン、すごいポイズン、さすがに。長いな今回。感じ、お、すごいヒットだけ使ってる。なんだろう、ハンマー投げみたいなやつ。もうね、アルボタンずっとね連打するだけって。よし、ウィン。あ、やっぱ勝ち負けあんのかこれ。ヒーローになりたいって言ってたよな。うん、実は僕の父さんはオリンポスの神ゼウスなんだ。え、ハークは神様だったの？違うよ、僕は人間さ。赤ん坊の時何者かにさらわれて神の力を奪われたんだ。
ヒーローになるっていうのは？神の力を取り戻すための条件なんだ。この世界でヒーローになれば、僕は父さんに会いに行ける。そうか、だったら頑張らないとな。ベンはどうして旅をしてるんだい？俺は友達を見つけたいんだ。じゃあもう見つかったじゃないか。え？僕たちはもう友達だろ。ありがとう、ハーク。闘技大会の説明をする。この大会は西と東2つのブロックに分かれて行われ、それぞれの勝者が戦って優勝を決める。お前たち2人は西ブロックにエントリーしている。先に始まってる東ブロックでは、えらく強い参加者がいて、すごい勢いで勝ち進んでいるらしい。お前たちも頑張るんだな。さあ、そろそろ行くぞ。どんな人なんだろう。ベン、行くよ。うん。さあ、もうここはダイジェストです。写真で送る。いよいよだな。ダイジェスト。うん。ここまで来られたのはベンのおかげだ。じゃあ俺はもういらないってか。とんでもない。ヒーローになるにはフィルの力が必要だよ。はっ、当たり前だ。どっちが勝っても恨みっこなしだ。もちろん僕はヒーローだからね。それを言うならヒーローの卵だろ。そうか。あっ、無理。剣と素手はちょっとさ、だずるいよ。剣と素手はね、ダメだって。ハンデがでかいって。マジでモンスターが暴れてるそうだ。もしこっちに来たら試合どころじゃない。モンスターだって？放っておけないな。モンスターは俺に任せろ。二人は試合を続けてくれ。ああ、なるほどね。じゃあモンスター、あ、OK、セーブ。さあ、一体どんなモンスターが登場するんでしょうか。オリンポスクロシアムベンティス編です。さあ行きましょう。Six!
はいはいはい、回復してんのか、だいな。緊急だったかもしれないね。回復とかどうするか、めんどくさいね。いやいや、もらった。どうだ。当たってないやん、当たってないな。どうしたんだ。危険してきた。友達のピンチに駆けつけられないなんて、ヒーローの卵失格だからね。さあ一緒に戦おう。おお、なるほど。ここでハークと一緒に戦っていく。約束を強烈にダンバーとたくさん倒して、すごい腕上げた。ベン、それベン、あっ、接触してる。ベン、開けばいいか。おお、あ、なるほどね。バンカーだ。俺が投げられるかい。タイミング悪い。スライドを手に入れました。キャンプ中に四角ボタン。試合危険させてごめん。どうして謝るんだよ。僕が自分で決めたことなんだ。あ、なんだ、もう倒しちゃったのか。君も来たのか。俺も英雄の卵だからな。まあほんのちょっと遅れちゃったみたいだけど。二人とも試合を投げ出してきたのか。じゃあ結果は。僕が先に飛び出したから。待てよ、ほとんど同時だったじゃないか。でも誰が勝った方をコーチすると言った。俺は試合を見るとしか言ってないぞ。ヒーローにはただ強いだけではなく、人を思いやる心も大切だ。その点では二人とも合格と言える。だが、とっさの判断の遅れが大事になってしまうこともある。それじゃあ。なあ、タッチの差かよ。ま、しゃあねえか。まだ名前を言ってなかったな。ザックスだ。おめでとう、ヘラクレス。ありがとう、ザックス。喜ぶのはまだ早いぞ。ヒーローになれるかどうかはこれからだ。そうだな、俺もまだ
英雄になる夢を諦めちゃいないからな。本当は最初からコーチする方を変えるつもりなんてなかったんでしょう。当たり前だ。俺はハークの才能を信じている。だが今一つ伸び悩んでいるな。きっかけが必要だったんだ。ベントスと言ったかな。お前さんのおかげでハークは一回り成長した。礼を言う。俺の方だってハークと友達になれて嬉しかった。デラ、アク、俺たちもまた一緒に笑い合えるよな。もう行くのか。うん、まだ旅の途中だからね。また会えるかい。ハークがヒーローになった姿を見に来るよ。俺が英雄になった姿もね。それっていつのことだよ。なんだと。マークオブヒーロー、攻撃力が高くクリティカル攻撃が発生した時のダメージが大きい、キープレート。さあ、ということで、インポスコロシアムクリアでございます。はい。じゃあ、次回は、ディープスペースに向かっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。では、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。ではまたお会いいたしましょう。さよなら。